マイクロソフトエクスプレッションブレンドとは、マイクロソフトが2007年2月16日より、販売を始めた、ザムルベースのユーザーインターフェース設計ツールである。単品のほか、エクスプレッションスタジオの一部として販売される。ビジュアルスタジオ2012よりブレンドは、ビジュアルスタジオに統合された。本製品はデザイナー向けとされ、主にビジュアル、スタジオとの連携で使用される。 Windows Presentation Foundation を利用したアプリケーションの作成については Visual Studio 2005にてサポートされたが各オブジェクトの配置程度のものでしかない。そこでユーザーインターフェース部分のデザインを受け持つのが本製品で以下のことが可能である。なお本製品には Visual Studio 2005スタンダードが同梱されている。2008年7月18日に リリースされたエクスプレッションブレンドには WPF の他にシルバーリットにも対応しクロスプラットフォーム向けのリッチインターネットアプリケーション設計ツールとしての性格も持った2009年7月22日にリリースされたエクスプレッションブレンド3では Adobe Photoshop 形式のファイルと Adobe Illustrator 形式のファイルの取り込みに対応しその他 ユーザーインターフェースのプロトタイプの作成を支援するスケッチフローなどの機能も追加された。エクスプレッションブレンド4は2010年6月7日にリリースされた。エクスプレッションブレンド4に Windows 4 7上で動作するアプリケーションのユーザーインターフェースデザインを行う機能を付加するもの。2010年4月29日にプレビュー2がリリースされた。 ビジュアルスタジオ2013に同梱されている。ビジュアルスタジオ2015に同梱されている。ありがとうございます。